東北大学の入学式が4年ぶりに保護者も出席して行われました。今年度東北大学に入学したのは10の学部と大学院などを合わせて4951人です。入学式は2回に分けて行われましたが、新入生1人に保護者1人の出席を認めました。保護者の出席は4年ぶりです。式では大野秀夫学長が、さまざまなことに挑戦してほしい、未来を切り開く力は皆さんの挑戦から出てくると祝辞を述べました。私学の知識の習得に加え、留学や国際交流による異文化理解を進め、広い視野で柔軟に物事に対応していく力や多角的な分析力など学んでいきたいです。